さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミヤサガです。今日のイカライフ動画はこちらですよ。これかっこよくないですか。僕アメ車好きっていうのもちょっとあるかもしれないですけど、なんかそのイメージないんですけどってよく人から言われるんですけど、もうエスカレードとか大好きですしね、もうこのキャデラック系好きですよ。なんかね、ちょっとドイツ車とも日本車とも違うこの威風堂々感というんですかね、もうアメリカの高級車シーンをずっと牽引してきたキャデラックのフラッグシップモデルですよのセダンになります。 CT6 になります。ほらこの顔つきとか、なんかもう堂々としてるじゃないですか。でもうこの顔つきとこの目つき、ほらこれすごいですよね。ちょっとこれ夜光ってる状態、今写真入れ込んでおきます。この夜走ってる時とか夜の見た目、このライト造形も含めてめちゃくちゃかっこいいですよ。この前がキラーンって光る感じで、ちなみに先に言ってしまうと、このサイドのここも光りますよ。ここドアノブも光ります。こういうのね、本当なんかちょっとオーナー心くすぐりますよ。だから所有してから結構満足度が、なんて言うんだろう、結構この車は先に言ってしまうと結果論を、まあ僕今までここまで乗ってきましたけれども、これ所有満足度結構高まる車なはずですね。結構予想超えの性能がいろんなところにあります。アメ車ってなんか昔のちょっと大雑把な作りであるとか毛嫌いする方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、なんかその先入観は一度壊した方がいいと思います。もうアメ車も完全なるグローバル競争の中で自分たちの強みは何かとかをどんどん突き詰めて、その長所を伸ばす車作りをやってる感じなんですよ。これ僕本当いろんな動画でも結構言ってますけど、今の時代って車だけに限らずですけど商品がありあふれてるので、やっぱ個性出していかないとなかなか生き残りは難しいんじゃないかなって僕の個人的な観点ですけれども、なので短所を補う車作りをやると車ってなんかちょっと個性がなくなってしまって、じゃあその車を買う価値はって意外となりがちなのが今の時代で、だからこういう長所を伸ばす車作り、だからやっぱりアメリカ車はアメリカ車ならではの強みって何かっていうところを、なんかそこをとことん強化してきた感触がありますよ。いやでもね、この伸びやかじゃないですか、このライン、僕個人的にはこれ好きなんですよ。この前からまあ、ここ一つエッジラインの要、このライトの造形もここでグッとちょっと形が変わるんですけど、エッジラインが立ってるんですけど、このエッジラインとこのボンネットラインとの切れ目、まあこのチリをもうちょっと合わせてほしいとかそういうのはありますけれども、でこれが後ろ上がりでキューってどんどん上がっていくんですよ。なのでこのね、後ろ上がりの基本調のラインって僕これ好きなんですよ。だから後ろから見ると分かりますよね、前がヒューって前に対してどん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 綺麗に直線基調で下がってってる感じ、これほんと力強いんですよね、こういう作り。まあ個人的な主観ではありますけれども、でもうすごいシャープじゃないですか。 C ピラーも細いですし、なのでドシッとしたボテッとした感じよりもちょっとシャープな印象を漂わせてますし、さらにそのシャープさを出すような形でこういったところエッジがすんごいとんがってるじゃないですか。結構攻めた車作りというのか、相当だからシャープに見せたいんですね、力強く、なんかいかつい感じで見せたいというのかな、刺さる感じですよ、まさに。リアも基本この直線基調のテールライトですよ、かっこいいですよね。でマフラーはほらこれ好きな方いらっしゃるんじゃないですか、2本出し、左右それぞれで2本、だから4本出しですよ、これもいいですよね。さあライトをつけるとほらここがこういう形で光るんですよ、かなり存在感がありますよ。後ろはというとほら後ろも同じ感じですよ、ちょっと形状が面白いですけど、こっから入ってキュッって感じ、こういう形をしております。なのでまあ夜見ても前から見ようが後ろから見ようが、もうボディの端側でこういう形形状しているので、フロントもそうですよね。だからあなんか大きい車来たぞみたいな、なんかそういうちゃんとしたライト造形をしている。でもうここももうペタッとしてるでしょ、なんかね、ほんと目玉焼き焼ける、これ今日ほんと目玉焼き焼けるだろうな、相当熱々ですよ。これ黒ボディですしね、ちょっとねバフがけの跡が結構残っちゃってるのが残念なんですけど、やっぱ黒はメンテナンスが大変ですよね。
まあそんなことはいいとして、ちょっと車両のサイズをお伝えしておきますね。これもうサイズを見てもいろんなところで特徴ありますけれども、これ 5.3 メーター切っております。5230です、全長。だからすっごい長いですよ。 5.3 メーター切っておりまして、 5.3 メーター半端ないでかいでしょみたいな。だから通常の、メルセデスとか BMW でいうとフラッグシップモデルの中でもロングボディに値する、そういうサイズですよ。でホイールベースはめちゃくちゃ長いですよ。ホイールベース3メーター超えですからね、3110ですよ。だから 3.1 メーター超えしております。幅はこれ僕ね、まあ見切り性能がそこまで良くないので、僕運転してる限り2メーターに限りなく近いと思ったら 1.9 メーターも超えてないです。1885でも、それにしては室内広いですよ。僕室内の幅と見切り性能からもう1950とかだと思ったんですけど、そんなことなかったです。高さは1495あります。まあ高さもセダンとして考えると、まあ平均的ですよね。いやー、何よりもやっぱりこのホイールベースがびっくり、 3.1 メーター超え。だからフロントタイヤが前出しされてるんですよ。もうキャデラックもどんどんプラットフォームは次世代型に切り替えているので、だから昔のキャデラックとちょっと質が違うんですよ。昔のキャデラックはこんなタイヤ前出ししてないですし、フロントのオーバーハング部分とかフロントが超ヘビーだったので、曲がりが甘いとか、なんかいろいろそのちょっと鈍重な動きとかちょっと気になるところありましたけれども、今こういうタイヤの位置だけ見ても、あ、相当ハンドリングとか、あとこのホイールベースが長いということは、あの船で言えば大型船になるので、路面の波をきれいに揺れずに越えていくんですよ。やっぱホイールベースを長くすれば長くするほど車は揺れにくくなるので、しかもその揺れにくくした上に、これは四輪駆動モデルなので、もう全車です、ワングレードしかないので、もうこの四輪駆動モデルで走行安定性、直進安定性を出してあげてっていう、そういうやり方です。でこれボディもですね、軽量かつ光合成でできており、今言ったボディサイズからしてみたら車両重量いくつだと思います？僕2トン超え楽勝でしてると思ったら超えてないんですよ。1950キロです。これだから軽いんですよ。これもいいところ、後ろ見ると分かります。これ CT6AWD で 3.6 ってあります。なのでこれは 3.6 リッターエンジンです。で特徴はターボではないです。ここが僕はね、いいじゃんっていうね、もう乗ってみてやっぱりすごかった。このエンジン面白かったんですよね。これハンドリングに相当影響します。これ新しいスープラとかもここ入れてきましたよね。あー、ここ見てもわかりますよ。相当やっぱり取り付け構成もやってるんですね。だから乗り心地もいいんだな。でしかも電子制御サスですね。電子制御サスにしたら、その調整の微妙な調整をちゃんと車に反映させるために、こういった取り付け点っていうのをいかに強化するかっていう、だから調整できるものっていうのは、こういう電子制御式で調整式にした時には、その調整効果を高めるためにはいかに土台をしっかりつけるかっていうのが本当大事になるので、なのでその土台を前側でもサポートしてますし、上後ろ側でもサポートしてますよ。へえ、いいじゃないですか。エンジン結構コンパクトですね。 3.6 リッター V6 NA エンジンですので、ほんとこの辺りガランとしている。ターボがないから、これ見えます？これターボだとなかなか見えないですよね。電動パワーステのモーターですよこれ。へえ、これ左ハンドルなので、電動のピニオン、あのハンドルからのピニオン、左ハンドルだからピニオンがこっちから来てて、ここに入ってるんですよ。でこれダブルピニオン型ですよ。だからまあダブルピニオン型は、こういう重量級であるとかハンドリングとかを求める車はまあ当たり前っていうわけではないですけども、結構もうみんなやっています。このエンジン 3.6 リッターです。 NA エンジンです。そこに組み合わされるのが10速オートマですよ。この10速オートマもかなり滑らかで、その滑らかにできている理由の一つとしては、やっぱり NA エンジンがターボのラグとかがないので、シフト変速も結果的には穏やかにできるんですよ。要はトルク特性が穏やかじゃないですか、 NA エンジンってことは。だからトランスミッションにとってもやりやすいというのかな、制御しやすいんですよね。だから変速した時に狙いのトルクをいくつに絞りますか、次変速した後いくつにトルクを出しますかの指令通りにエンジンがトルクを出しやすくて、だからシフト変速ショックもどんどんなくせるっていうのも N エンジンの良さです。
ターボの場合にはやっぱり下級がどんどん変わるので、回転数に応じてかなりトルク特性変わるので、そこが難しいところですよね、ターボのシフト変速って。でこれ340馬力です。386ニュートン出しております。なので十分なる力があります。まあ 3.6 で386ニュートンなので、まあ平均的な燃焼のさせ方とかそういうようなやり方ではあるとは思うんですけれども、注目は340馬力を6900回転で発生します。言うなればこのエンジン6900回転約7000回転までよどみなくうわーって吹き上がるんですよ。これがねちょっと注目ですよ。いやーこれちょっと試乗の動画もぜひとも見てください。これね本当僕の予想後いろんなところでしてます。あ、ダンパーがクロスっていうかハの字型って面白いですね。あ、ちなみに搭載位置、新しいシャーシでの搭載位置は、車軸からピューっと来てここ、これエンジンのヘッドに対してのボルト締めなので、もうエンジンほぼでも後ろじゃないですか。だからこれミッドシップに近いですよ。フロントミッドシップに近いですね。へえ、なるほど、すごいですね。やっぱりいや、やっぱ借りてよかった。こういうの借りないとわからないですもんね。ちょっと今回本当予想超えしてますよ。だからその分フロントタイヤ前出しされてるので、だからここ伸びやかなこのデザイン、ロングノーズ感が出るというのか、で A ピラーも結構寝かしておりますので、すごい伸びやかさがあるのが特徴です。ちなみにタイヤはグッドイヤーです。グッドイヤー履いててイーグルツーリングですね。はい、銘柄はでマッド&スノーになってますね。 M プラス S ですね。まあこれマッド&スノーはもうメーカーが独自に決めて刻印ができるので、で245/40ですね。サイズ20インチですよ。へえ、これ参考までにマッド&スノーってスノーもいけるんだろうって思うかもしれない。チェーン規制とかダメですからね。これチェーン規制はスノーピークマークが必要なので、これはもちろん入ってないですよ。はい、さあグッドイヤーです。245/40です。あ、一緒じゃないですか、前後ろ。まあ4輪駆動ですので同じサイズで、まあこの20インチを履きこなしていると。いやー、しかしかっこいいかっこいいかっこいい、僕大好きです、このスタイル。さあじゃあトランクも見てみましょう。もう鍵でも開けれますけれども、ドーンと奥行きすごいです。これもうズボンがここ当たっちゃうんですけれども、もうここでそこでギリギリでやっても僕の身長でも全く手届かないぞ。ほらもう奥行きすごいです。ゴルフバッグ楽勝でここにドーンって2本とかもそのまま楽勝でいけるぐらい、ここも開けてるんですよ。これ一つね、まあこっちは開けてないですけれども、うん、これいいところですよね。このトランク形状やっぱり伊達に 5.2 メーター超えしてないですよ、全長。はい、テンパータイヤですね。床下収納はだから結果としてはないです。ちなみにこれカメラ2つここについてるんですけど、これデジタルインナーミラーですね。後方確認のデジタルインナーミラーですね。これバックカメラですね。魚眼レンズですもんね。でこれ車両本体価格は CT6 はもう1グレードのみですね、1スペックのみですね。もう 3.6 リッターエンジンしかなくて1045万円になります。じゃあどんどん掘り下げていきます。じゃあ鉱石いきましょう。もうやっぱりアメリカの高級車シーン、フラッグシップモデルですからね。言うなればロングボディとかの、フルセダンですので、もう鉱石もちろん考えられてますよ。もうこういう風にリアのしっかりと、オートエアコンもついております。左右独立で調整ができます。でエアコンはもちろんですけど、これ4ゾーンですよ。助手席、運転席、後席、左右それぞれでこういう温度調整が可能です。で、吹き出し口があり、これスピーカーです。パナレイって、これ BOSE のまあ、最高級ブランドって言った方がいいんですかね。まあ、パナレイシリーズがついております。もうこれ先に言ってしまうと、これ音すっごいいいです。34個のスピーカー使っております。なのでこのヘッドレストの中にも実は1個2個って入ってるんですよ。助手席にも入ってますし、でこう言ったので、もうこれ試乗動画で詳しく言ってますけれども、ノイズキャンセリングしているので、この車で、そのノイズキャンセリングのやり方がうまいんですよ。なのでとっても快適で静かっていうのは言えます。
で上にもここエアコンの吹き出しありますよ。これ今ね僕をすんごいね快適に今してくれてます。やっぱりあそこだけのエアコンの吹き出しってちょっとね遠いですもんね。だからもうダイレクトにここでもう顔とかに風当てちゃえみたいな暑い時は。でもちろんずっと当たってると嫌なのであとは向き調整すればいいっていうそういう話。まあでもこれ1000万って考えたら1045万ですから、これ考えると安いですよ。だってこれウルトラスウェードですよね。これアルカンターラの肌触りではないな、これ。うん。でも質感高いですよ。内装総張りでウルトラスウェードついてますし。で、ここ開放感ありますよ。ほら。ほら、気持ちいい。こういう鉱石の開放感すごいありますよ。で、ちょっとシアターシート型になってるので、今これ僕の、ちょうど目線の視界です。なのでヘッドレスト少し下に見えますよね。だからそれだけでも開放感ありますし、フロントのやっぱここ頭上がサンルーフがついてるだけでも、これも開放感ありますし、だからリア用のサンルーフ、運転席用のサンルーフ、これを両方活かして、だからこの開放感高く、乗れるっていう。パナレーのスピーカーがあって、まあ、このあたり質感高いですよ。革とかも。こんな綺麗にステッチ入れてんだったら色変えたらいいのにってちょっと思うんですけどね。うん、なんかもったいない感じがするな。で、こういったところも、まあ、プラスティッキー感がちょっと漂いますけど、でも、まあ、でも、作りとしては全体にこういうきらびやかなパーツの方に目が行くので、これ全体の革の感触にちょっと似てる感じの艶消しっぽいようなプラスチックのその表面してるので、まあ、これそんな気にならないですね。で、はい、ボーズ。ここはパナレーって出てて、ここボーズって出てて、これパナレーの方がいいと思うんですけど。でもパナレーだけだとボーズって気づかない方大勢いらっしゃいますよね。後ろこんな感じです。今リアのサンシェードちょっと厚いので立てましたけれども、ここぶっといですよね。だからこういうのがねちょっと後方視界とかバックする時とか、まあバックモニター使えてれば問題ないんですけど、直視しようとした時に少し気になったりとかありますけど、ここ抜けております。なので乗員の頭の上も余裕ありますけど、こんな感じ、手のひら2枚ぐらいですかね、うん、が入るぐらいです。まあ快適です。本当快適ですよ。うん。シート形状もざっくり面で支えるって感じですかね。なんか密着した感じで面で支えるっていうよりも、これやっぱりちょっとポコポコしてるんですよ。だからこのちょっとポコポコした感じが背中に、まあ、T シャツとかだと伝わってきちゃいます。なので完全密着っていうよりも、なんか、うん。まあ、うん、この感じで言えば、鉱石のシートだけで言うと、1045万円ですって言われると、うん、納得、みたいな、そういう感じですかね。まあ、サポート性決して悪くないわけじゃないですけど、このサイドが結構盛り上がっているので、まあ、だからカーブとかでも、ぐらつきは少なそうですけど、絶賛っていう形状ではないです。すいません。で、これ、なんかちょっとごついじゃないですか。これ一応参考までに一応ここ乗れます。シートベルトだから3人掛けです。乗れるんですけど、もう完全にだからエマージェンシー的に扱ってますよ。だからもう基本は2人乗りです。うん。なのでいいんです、こういう作りで。でこれをもうちょっと真ん中の人が座りやすいようにとか、そういう作りをやらなくていいんです。だからそういうのをやってっちゃうと、短所を補うような作りになってきて、どんどんつまらない車になって、で左右の人の座り心地とかも犠牲になったりとか、こういう形状できないので、そうすると、なのでいいんですこれでっていう、だからそういう話ですよ。長所と短所の僕の言ってる話、これ引っ張っても出てこないです。まあこれちょっとアメリカ的な感じですかね。まあ訴訟大国ってちょっと決めつけかもしれないですけども、まあそういう国ですと、やっぱりブレーキ踏んだ時にこれがボンって勢いよく出てきた時に何か怪我してしまうとか、そういうのを防ぐためにも、これ結構重たいので内臓物たくさんあるので、こっちにロック機構があります。で、このロック機構がこちらにしかないっていうのがまたアメ車らしい。こっちにもつけてくれればいいのにっていうのはありますよね。はい。で、ここドリンクホルダー、ちょっとプラスティック感ありますね、ここは。で、シート調整も、はい、シートスライドを前に出していきます。これが最もこの車でいう背もたれも下がってる状態です。
もうこのリクライニングとしてはこのシートバックの後ろのこの位置は決まっちゃってるので、ここはもっと倒すとかできないんですよ。なので座面を前に出して、結果としてシートバックを座面前に出していくと同時に寝かしていくっていう、そういうやり方ですね、これは。まあでも快適ですよ、すごく。足元とかも楽に入りますし、これいいじゃないですか。で、ちなみにほら、モニター出てきましたよ。これ今何で出したかっていうと、シート調整、いろいろランバーサポートであるとかそういうの細かく調整できるんですね。で、それを操作しようとしたら、ほら、これ上下にすると選択できるんですよ。まあこれが使いやすいかどうかは別として、うん。で、これランバーサポートでもあり、これ上側だけを起こしますとか、シート細かく調整できます。で、これ今マッサージ機能です。はい。で、さらに言うと、よっと、これだから後席専用で、もうそれぞれ左右独立型で、向こうも開きますよ。よいしょ、ほら、モニターが出てきます。まあこれ、こういうモニターの出方いいですよね。オーディオ関連がリアそれぞれのシートで独立で動かすことができるっていうのがまあついております。で、ほら、 USB も刺さりますし、で、 HDMI 入力もあります。なのでこれを使って、映像入力であるとかそういうのもっていう。で、それが日本で完全対応してるかどうかディーラーに聞いてください、ご興味ある方は。海外ではできるけども日本ではできないみたいなのが多々あるので、ちょっとそこが僕怖いです、断言ができないです。さあ、フロントシート、もうここもフル液晶ですよ。で、これフル液晶なんですけど、フル液晶ここリングついてるじゃないですか。リング内が液晶なんですよ。だから機械的なこういう囲みがちゃんと残ってて、液晶とだから機械を合わせ技で使ってる感じで、僕はこれ印象いいですね。で、ハンドル周りに、まあ、様々な、もう運転支援関連、オーディオ調整とかがあります。ちょっと僕慣れないのは、これ、ワイパーレバーとか、ウインカーレバーこっちです。ワイパーレバーこっちです。全部このちょっと、角度として上向いてるじゃないですか。パドルシフトとか色々触ってる時にウインカー出そうと思ったら、ここで探しちゃうんですよ。なんかこれ、指が引っかからないようにっていう配慮なんですかね。で、視覚的に一瞬パッてこれが目に入ってくると、うわ、右にウインカー出しっぱなしだったじゃんって思って、こっち見ると、あ、ついてないじゃんみたいな、なんかね、これが結構困惑しますね。で、マッサージ機能リアと一緒でついております。フロントシートもマッサージ使えます。なので、今これを選択すると、ほら、これもマッサージついております。このあたりはまあ想像の範囲内ですね。これコントローラーです。これで細かな設定ができます。もうこのあたりも最新型ですよ。でも、例えばエアコンの操作画面をここで出して、エアコンをもうちょっと大きくしようと思ったら、これで大きくなるじゃないですか。で、これをはこれでは調整できないんですよ。ほら、この画面ではノブ使用できませんって。だからこれ直接タッチです。だからまあタッチ式なので直接触ればいいっていうのはあるかもしれないんですけれども、なんかね、できるんだったら全部これでなればいいのになとか、そういうのはあったりします。まあそういう細かいところとか、まあだから弱点ですよね。こういう連動性をどこまで一体感持たせますかとか。だからもうちょっと詰めてほしいのにっていうところが残っているのが、まあ僕の中で言うとアメ車かなと。でもアメ車じゃないと出ない乗り味とかも含めてあるので、はい、電子シフトです。で、モード選択もあります。こういうスポーツモードとかも試せます。これエンジンすごいいいですよ。で、グローブボックス、ここにオープナーがあって、グローブボックスは、まあ通常グローブボックスです。で、あとここ収納があります。USB です。で、USB で、ここ非接触型充電器なのかな？ちょっとやってみよう。あ、充電、あ、されたされた。非接触型充電器じゃないですか、ここ。いいですね。しかもここに、ほら、これで、ここちゃんと逃げてるのいいですね、こういう作り。で、閉める。うん。で、オーディオを動かすと、実はほら、パナレーのスピーカー出てきますよ。これのスピーカーかっこいいですね。ちょっとね、前方視界少し気になりますけどね、結構飛び出しが大きいので、視界としてはこんな感じ。なので、ちょっとボンネットラインよりも上に来ちゃうんですよ。まあ、それが気になるところですね。じゃあ、あとは行きましょうか。走って行きましょう。